はい、こんにちは。精神科医の松崎です。精神診療プラチナマニュアルの松崎です。今日はね、脅迫症の専門的な事柄をお話ししたいんだけども、脅迫症を治すっていう本を頂戴いたしました。亀井先生っていう精神科医と、松永先生っていう兵庫医科大学の精神科の教授の先生。これ、動画の最後のあたりで少し触れたいと思います。今日は、脅迫症の専門的な知識。これね、医学生、看護学生とかの医療系の学生さんよりは、医療のプロの人に見ていただきたい動画です。脅迫症の基本的な理解については別の動画にしてますので、そっちを見てからご覧いただいた方がなお良いかとは思います。というわけで早速参りましょうか。本格的な精神学をわかりやすく解説いたしましょう。脅迫症の専門知識の話。鍵をかけ忘れていないかどうか、再度確認したり、縁起の悪い数字を避けたり、手の菌を恐れて念入りに手を洗ったり、本の背の高さを気にして並べ直したり、書いた字が気になって書き直したり、これら自体が異常っていうわけじゃなくて、これらは正常の心理ですよね。一般の方だって経験があるはずなんだけど、それがどう越したのが脅迫症。これも序盤にこの説明出てきます。脅迫症とは何か。脅迫観念に基づき脅迫行為が生じ、不合理性の自覚、考えすぎだと自分でも分かっていてそれでもやっちゃうのが脅迫症というもの。これが基本的な理解。専門的な話になってくるとこれが少し考えるべきことが増えてくる。脅迫観念と脅迫行為両方があるのが一般的だけども、片方だけもあり得ます。例えば脅迫観念はあるけど脅迫行為には至らぬように抑えてるなってあり得ますよね。あとはまさにぴったり感、ジャストライトフィーリングって言って、例えばドアがかっちり閉められたかどうかだとか、あとは似た概念としては物をまっすぐ並べることにこだわっちゃうだとか、脅迫観念があってのことではなく行動だけがある、脅迫行為だけがあるものみたいのもあり得る。脅迫行為っていうと物理的な行動をみんなイメージする、それが普通です。ただ心の中の行為もあり得るってこと。例えば記憶の中で、やったよな、やったよな、やったよなって確認するメンタルチェッキングだとか、心の中でおまじないを唱えるみたいな心の中の行為もあり得ます。さらに脅迫観念に基づき脅迫行為が生じ、不合理性の自覚があるのが脅迫症。不合理性の自覚？ DSM-5 の診断基準の中には脅迫症と診断したらさらにこれを分類することになっていて、病識が十分または概ね十分が基本なんだけども、病識が不十分、不潔ではないって分かってるような分かってないような、理屈では分かってんだけどでも危ないじゃないですかみたいに半信半疑の人もいるし、あとはいや絶対危ないんです、もう絶対言っても病識がない、妄想的な信念を伴う、そういうレベルのものも少数いらっしゃいます。脅迫症の有病率、どのくらいよくあることなのか、1-2%、専門家は知っておきたいところ。若年発症は男の子が多く、成人は女性が多いとされてます。平均的な発症年齢は20歳頃、35以降になってくるとそこで初めて発症するのは珍しいとされています。男の方が発症年齢が若い傾向にあります。男性の脅迫症の方がチックの起用がある例が多いとされてます。チックって衝動が高まって一瞬動いたり声を発したりするのが止まらないやつね。脅迫症、様々な精神障害と併存することが多いもので、脅迫症の人、障害のうちに4分の3ほどが不安障害、不安症を経験するとされてます。この不安症、様々なものがあり、パニック症、社交不安症、全般不安症、限局性恐怖症などいろいろなものがあり得ます。そして脅迫症の人、障害のうちに3分の2ほどが主に抑うつ状態、気分障害を伴うとされています。うつ病や双極性障害のことね。障害のうちに経験しうる気分障害、うつ病がやっぱり多いと言われています。脅迫症の人、障害のうちに 30% ほどがチック症を経験する、あっとか声が出ちゃったり動いたりするあれね。数が多いわけじゃないけど、神経性痩せ症の中でも過食だとかをするんじゃなく、ひたすら食べなくなっていく摂食制限型の人に脅迫症が多いと言われていて、摂食障害と脅迫的な傾向も関連するとされています。脅迫症、不安になるたんびに脅迫行為を繰り返してしまうもの。そんな脅迫症、脅迫行為をしないことに
徐々に不安が生じるようになっていくものです。なので、脅迫行為をすることが脅迫症を進めてしまうというもの。認知行動療法ってものが行われることがあります。その中でも、暴露反応妨害法。一言で言うならば、脅迫行為を我慢する治療法です。なので、これをするためには、本人の積極的な意思、不安への抵抗力、根気、知識、理解が必要なものです。ある程度きちんと理解した上でやってもらいたいもの。これ、やるにはその人にとって何がどのくらい不安なのかを並べて不安の強さを100点満点で記録し並べるもの、不安階層表を作成します。例えばお風呂のドアノブはまだ綺麗な方、家のドアノブ、不安になってくる、公共の場の壁不安、公共の場のドアノブ、不安、公共の場の床、不安。これはいわゆる潔癖症、不潔恐怖の人を想定して私が勝手に書いたものだけども、やっぱりこうどこが特に怖いってものありますよね。なのでそれをまず表にしてもらう。その上で不安階層表の下の方、言ってみれば勝てる不安から自ら不安に暴露し、不安解消行動、例えばさっきので言えば手を洗うだとかアルコール除菌するだとか、そういった脅迫行為をせずに時間とともに、不安だ不安だ、でも洗わないぞ、徐々になんとなくまあいいって気持ちになってきたかなみたいなものを、時間とともに不安が減っていくのを体験する、それを繰り返していくのが暴露反応妨害法というもの。認知行動療法完了すると6割から9割で改善が得られるとされ、しかも治った後再発は少ない、ちゃんとできればもう4分の3は長期的に効果が持続するとされています。脅迫症何かっていうと、これは考え方だけの問題ではなく、眼下前頭前野と呼ばれるような脳の部位に関わってくるとされています。神経伝達物質でいうとセロトニンとドパミン、この2つが関わってるとされています。薬となるとセロトニンに関わる選択的セロトニン再取り込み阻害薬、うつ病で使う SSRI、 この中でも適用があるのはパロキシチンとフルボキサミン、まあ他のが効かないっていうわけじゃないんだけども、これはうつ病や不安症より多い量を必要とする傾向にあります。大抵マックスの量が必要になってくるもの。中等度以上の改善は 50% ほど。認知行動療法よりは、まあそんな数字はないにしても比較的始めやすい。その上で認知行動療法もやるみたいのが一番最強なんでしょう。1剤目の SSRI で十分に改善しないときに2剤目を加えるよりは変更した方がいいと言われています。 SSRI で十分に改善しないときにはどうするのか、少量の非定型向精神病薬、統合失調症で使うようなお薬ですね、あれが有効なことがあるとされています。特に有効なのが SSRI が効かなかった時やチックの起用がある人、不安を減らすベンゾジアゼピンはどうなのか、これはイエス&ノーです。ノーの話からします。例えばクロナゼパムなんていうベンゾジアゼピン、プラセボと比較した時に12週間見た時、両者に差がなかったという報告がございます。細かく見てみると、なんかほんと差がない感じです。有意差がつかなかったっていうだけじゃなさそう。他にもプラセボとクロナゼパム、プラセボとベンゾを比較した時に、これも有意差がつかなかった。単純に見てみると、ベンゾ負けてないって思うような結果。というわけで、ベンゾジアゼピンは推奨されません。ただし、脅迫が非常に強くて、暴露反応妨害法になかなかチャレンジできないようなケースもあるもの。その一歩を踏み出すときに、少し不安を一時的に減らしてチャレンジしやすくする。そのために、暴露反応妨害法を補助するベンゾジアゼピンっていうのはありと考えて良さそう。ただ、それを漫然と続けることには意味がない。むしろやめた方がいいと思いましょう。脅迫症の専門的な知識についてお話ししました。これから専門医になろうとするような人は絶対見た方がいい動画だったと思うし、臨床にも少しでも理解を深める助けになればと思います。私自身もこの動画を作る上で理解が深まったと思っています。この本については一旦閉めてからにしよう。精神診療プラチナマニュアルなどもどうぞよろしくお願いいたします。これからの通知も行くようにチャンネル登録やベルのマーク、 YouTube の人はねよかったらお願いします。こんな感じかな。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。というわけで、幻冬写真症の脅迫症を治すっていう本読みました。拝読いたしました。これね、お送りいただいて読んだんです。これ、まあ、精神科医として読んでても非常に参考になるものです。これ亀井先生は精神科医でありながら脅迫症
結構ひどいのを自ら経験し、そして自ら治療してった人、松永先生のもとでね。そして松永先生は脅迫症の日本の間違いなく第一人者です。兵庫医科大学の教授です。いや、もう脅迫症専門で教授になったって珍しい。本当に第一人者です。でね、これがね、精神科医として本当勉強になりました。精神科医として勉強になったっていうと、すごい難しそうな本を想像しないでください。これ対象はご家族、ご本人、脅迫症に今自分で向き合ってる人に向けられた本だし、精神科のプロの医療者が参考になる、蚊がいた。参考になる本です。認知行動療法が一番メインに書かれていて、薬のことはまあ少しだけね。なので、どう向き合うべきかが書かれています。ほんと魅力的なね、上の、後ろの方には、いろいろな鉄則、脅迫症に向き合うで、こうせよみたいな鉄則がいくつも書かれていて、これ参考になるし、あとはね、この辺にね、ああ、そうだ。時間、空間、エネルギーを与えるな。だとか、逃げない、繰り返さない、巻き込まない、ググらない。だとか、2回ルール、みたいな。これ、松永先生の言葉ですよね、きっとね。本当にこう、魅力的なフレーズが、心に残るフレーズがいろいろ書かれてます。いや、これはね、ぶっちゃけ私、松永先生と知り合いなので、そういった面で悪いことを言えないっていうのはあるかもしれない。それは事実あるけども、これは実際いい本です。ね。っていうことを言いたくて動画撮りました。でした。